ええ、お供しましょう。こんにちは。あ、ベルさん。お弁当のバスケットを返しに来ました。いつもありが…いえ、ベルさんに喜んでもらえて私も嬉しいです。あの、毎回言っているような気がしますけど、手間になるようでしたら無理に作っていただかなくても。もしかして。いえ、そんなことは。とても助かっているのは本当で、料理も美味しいですし。だったらこれか。あ、そうだ。ええ、大丈夫ですけど。違いますよ。でも、リュウ、ちょっといい？何か用事ですか、シル。ベルさん、時間があるそうだから一緒に出かけたらどう？リュウさんと。シル、クラネルさん。実は、リュウは午前中だけお休みで、これから買い物に出かけるんです。つまらないだろうから、よければ付き合ってあげてください。クラネルさん、気にしないでください。リュウさんがよければ付き合いますけど。じゃあ決まりですね。よかったね、リュウ。シル、待ってください。意味がわからない。クラネルさんと出かけるというなら。いいから、いいから、ベルさん、お願いし。はい、荷物持ちなら任せてください。いえ、それは必要ありません。そうなんですか。もう、ベルさんまで何言ってるんですか。一緒に買い物。リュウはどう？一人でお店の買い出しをするのと。シル、質問の仕方。これで買い出しは終わりですね。あれ、もういいんです。日用品の買い出しだけですから。じゃあどうしましょうか。仕事は午後からなんですよね。まだ時間はありますが、クラネルさんの希望がなければ戻ろうかと。あ、音楽が聞こえますけど、これって。あそこです、流れの楽団のよう。本当だ、素朴です。ええ、悪くない。リュウさん、音楽は好きなんですか。良し悪しを語れるほど詳しくはありません。ですが、一日あるいは忙しく働く中で口ずさまれる湧き立つ心が生み出した旋律、それにこうして名も知らぬ街行く人のために奏でられる演奏、そんな日常に寄り添う音というものは嫌いではありません。すみません、勝手に語ってしまそんな。僕も好きです。音楽って聴いていて元気をくれるような気がして。ええ、クラネルさん、今日はありがとうございました。とても楽しい時間を過ごせました。いえ、こちらこそ。リュウさんといろいろお話できて楽しかったです。本当ですか？それならよかった。私とですか？
すみません、手伝いをさせてしまって。これはクラネルさんにも給金を支払った方が。いえ、いいですよ、大したことはしてないですし。それで、ここ数日汚れ物が多く、処理しきれなくなった分が溜まってしまいまして。じゃあ僕はテーブルクロスを洗いますね。大きくて力が必要そうだし。お願いします。大丈夫ですかクラネルさん、休憩しますか。大丈夫です、ちょっと背中が凝ってきてますけど。ああ、姿勢が姿勢ですから。そうですね。すみません、大丈夫ですか。クラネルさんは怪我はありませんか。どうかしましたか。いえ、なんでも。ベルさん、今竜のことをいやらしい目で見てませんでした。ここで素直に謝っちゃうんですね。これ。ああ、なるほど。濡れると体の線がはっきりするわけですね。冷静に分析しない。まさか、わざとじゃないですよね。違うでしょう。意図があった行動なら、私は対処しましたから。それよりもシル、何か拭くものを持ってきていただけませんか。僕は掃除用具を取ってきます。床を拭かないと。やっと全部押し終わりましたね。いいえ、その点を差し引いても。それにしてもたくさんの洗濯物が翻ってるのってすごく。洗濯は大変ですが、あの光景を見ると疲れも吹き飛びます。はい、なんだか今日はいい日になりそうだなって。私とですか。ベル君、僕はバイトに行ってくるから、あとはよろしく。神様、顔色があまり良くないみたいですよ。無理しないでバイトを休んだ方が。そういうわけにはいかないんだよ。休んだら何を言われることやら。そんな。いや、その僕が休んだらシフトに穴が開いてしまうからね。そんな無責任な。でも疲れをためて倒れてしまったら元も子もないですよ。僕はまだまだ大丈夫。それじゃあ行ってくるよ。というわけなんです。何か神様のためにできる。なるほど、事情は理解しました。ですが、どうして。僕が一人で悩むよりも、女性のことは女性の方に聞いた方がいいかなって思って。そう言われても、難しいですね。女神様のご趣味もわかりませんし。参考になる意見を聞かせてもらえれば十分なので、思いついたことを教えてもらえませんか。
で疲れているときはやっぱりゆっくりお風呂に入りたいですね。お風呂か。よい。あとはじゃあちょっと高級な食事をご馳走するなんて喜んでもらえますか。いえ、待ってください。お金がかかることでは気兼ねされるのでは。そもそもバイトで稼いでいるのでしょう。確かに僕、シルさんの弁当に励まされてますね。じゃあ僕がいつもより豪華な料理。ええ、きっと喜んでくださるでしょう。そうですよね。よし、それで行ってみます。でしたら、うちの厨房を使ってください。ミヤお母さん。本当ですか？ありがとうございます。ところで、クラネーさん。いえ、得意というほどじゃないですね。簡単な料理しかできないし、神様に喜んでもらえるように少し練習しようと。でしたら、私もご一緒しても。調理は苦手で、迷惑でなければ手ほどきもしていただけるとありがたいです。僕も大したことないですよ。構いません。共に成長していくというのも良いことかと思います。あ、それわかるかも。ベルさんも上手い人に習うと逆に混乱すること。言われてみれば。それじゃあ早速ミヤお母さんに聞いてみますね。お願いします。それでは行きましょうか。ないですから、あまり期待しないでくださいね。では、まずはどういった料理から始めますか？やっぱり神様の好きなもの。ベルさん？どうしたんですか？いや、僕。あ？ベルさん、女神様にいる。それが、神様。それはいいことです。好き嫌いはよくありません。リュウ、そういう話じゃなくて。女性ってどんな料理が好き？それは個人の好みですから答えようがありません。じゃあとりあえずところは料理のレそうですね。何もしないのももったいないですよね。じゃあ簡単なものから。さ
サンドイッチを作ってみませんか？サンドイッチですか？汁もよく作っていますが。食材を切ったり焼いたり、基本的な練習ができそうなので。なるほど、やってみましょう。それではまずは切ることからですね。おお、ユウさん、うまいですね。いえ、この程度、褒め…任せてください。パンに具材を挟んだら、最後にトーストですね。はい、では。私とですか？せっかくの食材がない。すみません、宮川さん。私に謝る前に食材に謝んな。まあ、ここからなんとか工夫して今夜の店のメニューに化けさせるさ。ウォーズの方はそこそこできるみたいだね。本当ですか？ありがとうございます。そういえばベルさん、女神様に何を作る？まあ、それが神様にすげなく好きなものを確認したんですけど、これだから簡単なコース料理というか、いろいろな料理にデザートまでつけて用意してみたいなって。いいですね。お料理の方向性を決めて用意すればきっと素敵な食卓になりますよ。前は立派だが、腕がついてくるかね。そこはなんとか頑張ります。よしよし、そこそこ見れるようになってくる。ありがとうございます。クラノルさん、
貶める。私はクラ…それだけだな。お役に立てて。そう、ええ、そうです。誰かを変えるきっかけとなるので。じゃないかい。この私は素晴らしい出来だと思います。よくですが。そうなんです、料理とお菓子作りってだいぶ勝手がちく。デザートがなくても十分です。これならきっと。じゃあ次は本番ですね、女神。はい。私とですか？おーヒベルくん、あ、神様、こっちです、こっち。ようこそ、神ヘスティア。やあ、エルフくん。それでエベルくん、言われた通りに来たけど、ここに何の用があるの？まずはここに座ってください。用意はできてますから。でもかなり上達したと思いますよ。まだまだだって思う向上心は素晴らしいですけど。なるほど。それじゃあ遠慮なく。いた、もっと、その料理おいし、だー、それ僕が食べようとしたのに。ほほー、これはなかなか。でもベル、お神様、よ一口くらいいいじゃん。